ャン。シャシャン来るだろう。うわ、あーっと使っていく。これは死なないが、この後どうする。出る。さあ、イルミ。お、パッチで落として。さあそれでは、12月の16日スパツ X 総裁選本日も始めていきます。今日は、14対14、28名参加で、ワンピー側は、福山さんのスレーホサダルシム VS 関東に帰ってきたグラベガー。もう引っ越しは済んだそうなので、しばらくまた来れると思います。グラベガー久しぶりですね。うわーっと PO と PO とパーフェクト。さあ福山龍、フォサダルシムの仇を取りたいが、グラベガは歴代の重さ、さあ波動で抑え込まれている。こうなるとベガさすがにきつい。いい踏み合わせ方ですね。あ、声もよろしく。よろしくお願いします。福山さんの波動が仕上がってますよ、これ。そうですね。うおー、完璧。最後だけ大。超うまい。トリガーうまいっすよ。溜まりきる直前にしっかり殺しましたね。さあ、しっかりダブル2。さあ、端っこを背負ってしまうと辛いんですが。お、しゃがみで避けてる。この辺動画をしっかり見てますね。さあ踏みつけ。さあ今のもうナイトメア警戒、読み合いとしては合っている。がスライディング突っ込んでくる。ぶっ込みすぎだろう。ああ、いやらしい飛び。踏みつけ。これはガードしかない。うわさあ、リッシーさんが後ろでかっこいいなと言ってます。やばいっすよ、アルファーファ出てますよこれ。グラさん、ね、寝なきゃいいっすけど。おおおお、ピオラされて3だ。死んでしまった。いや、しっかりしてますね。さあ、エコーキャミーが登場。3番手キャミーベガーはお互いめんどくさいんですよね。そうですね。キャミーのフーリガンがベガーにとってはとてもめんどくさい。そしてキャミーはリードされるとこれがきつい。これこじ開けに行って半角ですからね。そうですね。あのダブル2はノーゲージだとおそらく最大ですね、全キャラ中。そうですね。あ、劣化剣が、あ、劣化があるか。おっとバックジャンプ対応を見ている。さあ残り10秒。さあエコが逃げまくり、あー、スライディング、スパコンが行っちゃった。うまいですね。そうですね、さすがスライディングは結構度胸がないと打てないんですが。おっとスパイラルからキャノンガード、ガード、そう、フーリガンは見てからジャンプ攻撃で落とすと。ああ、着フリがうまいですね。投げ、おお、まあ、そうですね、これ理想の展開ですね。これがそうですね。フーリガンを匂わして通常投げではめると。そしてわーっと、これは弾、ためがなかった。投げベガのダブル2はため時間がかなり長い技です。さあ歩いて、おーっと、スパイラル、コパン投げて、コパン投げて、コパンキャノン、おお、まだ見ている、素晴らしい。さあこれはもう待ちきる流れだが、さあ空中戦をやっている。さあ釣りキャノン反応しない。さあどうゲージを取りに行く。おお、負けた。空対空から中足止めたのはエコー。さあリスリュウ、
ミスター中昇龍。キャミーって円柱キックで対空なりましたっけ、キャミーに対して、大キックに負けるかな、なんか負けそうな気がしますね、長いですもんねあれ。リスティキックが通用するかどうか。さあガードしっかり、お、ダイヤシー、ダイク出ないよ、おお、シャドウから、これはおお、バックジャンプダイパー、リスやったまっている。勝利、おお、開幕スパイラル見えている、見てから勝利。さあ叫んでいるのは年金税の長州、パーツ巻きからリスティファン、こっちでも多いですからね。さあ中足スパイラル、スパイラル厳しい、スパイラル、あー削れてしまった、しっかり削る、あの間合いのスパコンは結構いやらしいですね。そうですね、見てから竜巻いきますけども、もうちょっと近い方が反応しやすいですね、逆に。そうですね、さあ釣り昇龍も当たらず、ウーリガン、これはうまい、さあこれはキャノン、おお、先出し逃げたが、うわあ、昇龍つかるんですね、あの中足は。3番手同士並びました、タンパ、タメゾウ。さあこれタメゾウですね、あれ攪拌になってるんですよね。そうですね。発生が早い。ウーリガン、お、投げる、これ X バイソンより嫌だと思いますけども。そうですね、さすがタメゾウ。負けないのね。中蔵もいるんですかね。あ、中蔵いますね、これ乗ってますね。おっと、フーリガンが入ってしまう。お、投げはヘッド、受け身がない、そうか、そうですね、Sキャラのガンガン投げに行った方が戦えそうですが、わー、差し込まれて、ストレート、うわー、ゆち、やばいやばいやばい、うわー、でかいので削ってくる、ためぞ、ためぞ、削りなのにヘッジ、うわー、あ、スパイリングからスパコンは削れる、ヘッドで抜けれます、大ヘッドですね、大ヘッドなら1を抜けられます。スライディング、これ先ほどから多い、フーリガン、さあ投げが、投げずっと来るぞ、溜めてるから投げ返しはできない。いや、しかしこれ溜まっている、時間を使ってターンパンチの数を上げている、ああ、コーチですね、これはファイナルまで貯めてしまおうというマスタングファイナル。さあそろそろファイナルタイム、ああ、あれ、何もせず終わってしまうのか、いや2発で、ああ、止まれた、これはまだある可能性がありますよ。いや、どうなんだろう、さすがに待ちすぎ、時間がなかった。さあジミーブランカー、あ、ついこの間あの話しカーで一緒に家に帰ってたんですけど、はい、ジミーさんかっこいいよねっていう話を、おう、かっこいいというのはどう、超盛り上がりました、うおー、さすが、すごいな、いやもうルックスもそうですし、プレイスタイル、お、考え方全部しっかりしてるよねって、 あれ絶対仕事できるよ、こういうもんってニヤニヤしながら、ニヤニヤしてました、そう、見てくれ、すごい若く見える、そうですね、そうですね、おー、うまい、そして電撃から、あ、半額ない、しかしこれリスティブランカ、あ、ジミーブランカ勝っちゃうと次がまだ間に合ってないですね、あっと、スーパー暴れ、さあどうなる、フーリガン、無理やり通す、高い、おー、神格返した。さあワンピー側は電車止まってて来れないムナーリさんを飛ばしてのシュウさん、そうですね、あー、多分小高が後で遅れてくるんで、あー、 JR のあの秩序がちょっと乱れてっていう
JR の秩序は結構乱れますからね。そうですね、はい、雨と雪に非常に弱いです。お飛び込みから昇竜、中昇竜烈破で終わり。あれはバックステでも避けらんないんですよね。そうですね、ワンチャンバーチカルとか出せばなんかローリングの方がいいかも。ああそうか、判定的にはローリングの方が抜けやすいかもしれない。前に抜けるかもしれないという。真剣に対してはバーチカルの方が、あそうですね、相性いいですね。上に行くんで、すごいスピードで持ち上がりますからね。はい、昇竜歩いて、昇竜今日ジミーさんは長州県に14連敗したとへこんでいましたが、本当ですか、それはすごいな。剣ブランカ難しいですよね。おお、隙をついた嵐の膝。さあ 5番手トンカス、実は東西戦久しぶりですね。そうですね、結構いるんですけど、はい、東西戦には間に合わないことが多い。さあ空達で竜巻逃げる昇竜、お高め、お露骨に高め、こわこわ連覇。さすが誰かさんとは違うぞ、完全に動画を意識。いや今時こわこわ連覇ぐらいじゃピックアップされないんで。なるほど、いやこれでも後々出てくる、はい、あの黄色い剣の後に出せば、あ比較動画としてはそうそうですね、一番いいですね。なんか横から年金税の方がお怒りですが、この間のピックアップは今作ってるところなんで、お待ちください。鈴木さん今日はこれはそんなに辛くないぞ。そうですね、あ一文字、しかしピオリッチ文字だけで、うわ大足、おお文字と大足で言わされている。端っこに詰められた。ステージが早いのも残念にとっては嫌なんでしょうね。そうですね、あースクリュー、あー来た、最大射程からしっかり吸う、すごい吸引力。ダイヤシハード一文字、一文字、おさあ当たるとする。そしてスクリュー、思わずシューのけぞる。いやあの場合はちょっと黙りますね。そうですね、最大射程から踏み込んでスクリューなんで、他の残機だと近い距離だともうその場昇竜でいけるんですけど、はい、ローキック自体がもう昇竜スカル距離で出されてるんで、踏み込みからスクリューが来るのは本当に恐ろしい。慣れてる人ほどこういうの食らいますよね。そうですね、うわっと、しかし釣っといて、あ小足またカマからの、さあどうする、さああと一発が遠い、あと1ちょっとあれば連覇で、あっうわ、あー踏ませた。これは助かった感じですね、シュウさんとしては。おさあ影縫い大足、おお食らいつく、高めしっかり見ている。おさあミドルと一文字が交錯、うわあどうなってんだこれ、なんだこの射程。それでは再開します。電車が止まって何人も来れなかったので、片チーム4人ずつ減ったのかな。そうですね、はい、という形で再開いたします。ワンピーはハスラー、おー引き付け、うまい、鈴木がダブラリーを当てるが、あのバク転ですね。そうですね、バク転あれがあるからという、おおおお鈴木チョップ。さあこんだけ頑張ってんのに何も事態が良くなっていない。阿部敏さんの真似やめて。おおお、阿部敏さんの真似はねみんな混乱するから。そうですね、タグがついちゃうんで。あの先端ヒョウバルが壁蹴る瞬間に反応して歩かないと、空対空ができると思うんですよ。当てに来ない、当てに来ないやつ、いや読み合いですね。ああなるほど、
前ジャンプキックとか。おー、ここまで全部釣りだった。おー、惜しい。そして、おい、あるよ、なんかこれは。あー、残念すぎる。さあ、おー、ブリュー死んだー。全員 2P を応援している。かっこいいなー。おー、おー、ちょっと減るわ。減ってますね、確かに。あー、ザクッとザクッと。さあ、めくりが入って兵庫出なかったが、ハスラー的には別にこのままこのままで OK。 あのハイクローうざいっすね。うざいっすね。空対空しかないからだと絶対にタグになっちゃいます。うわー、相打ち、相打ち。ハスラー処理。さあ、ヒデチュンリーですね。さあ、新たな門番ヒデチュン。ここんとこ結構負けてるんで、ハスラーさんに。今日はいけんのか。いやー、あー、おっ、ただの投げが終わっちゃうんですね、これね。これね、ループしないのがちょっときついですね。一生背中蹴りの方が期待値は高いかもしれない。あ、確かに。まあ、ガードは間に合いますけど。さあ、このゲージためが、露骨ゲージため。大抜きもあれが一番きついと言ってましたね。そうですね。あー、てらてら。さあ、高め。そして、お、天井高いが投げにいけない。百列座手。うわー、高め。これハイクローきますよ。これハイクローなのか。スパコン光りのとこ。君エスパーじゃんじゃないの。うわー、ここで最後投げローリング。さあ、なぜかハスラさんにアドバイス。コエモン、これは出てくるの久しぶりのクロスフェイロン。そうですね、ウルフォーゼになったはずなんですが。はい、いや、画面端々の新竜拳は僕は忘れないっすよ。何やったのそれ。ウルフォーゼ知らないね。そんなことやったの。はい、もう全然遠いところで急に新竜拳ぶっぱして、はい、もう普通に負けたっていう。しかも攻撃予選とかだった気がします、確か。何読みみたいな。あー、運がいい。うわー、爪が長くて太い。いや、こっから負けるがあるんですよ、この回戦。ずっとしゃがんでりゃいいんすけど、このしゃがんで膠着状態、端から動けない。さあ、どうする。さあ、時間を。あー、おー、劣化。あー、ザシュッと投げ漏れが全部強い。あ、おー、溜まってない。投げ投げ投げ足だー。ピオル投げる、止めた。クロス勝利、素晴らしい。さあ、川島、まあ、さすがにフェイロン戦はこれ負けたら後で緑色から説教ですよ。説教ありますね。ありますね。怖いですよ。動画はきっちり見てますから。そうなんだ。はい、何やってんだよ。テレポじゃねえよ、俺だけだよ食らうの。完全に話さんになりきれますね。もうあーっとー、こっからナイスガード。バックジャンプダイパー。このダルシムはね、俺とかコエモンみたいに突っ込むタイプにはいいんだけどみたいな感じですよね。似てる、すごい似てる。さあ、あー、ほらーっつってしっかり見てますね。あー、投げ、完璧だ。さすがフェイロン戦はやっている。友沢対カワシム、いやー、これは熱い組み合わせですよ。これも名物カードの一つだったんですが、結構久しぶりに当たりましたね。おー、中で勝率はおそらく5分ぐらい。投げて大スラストファイヤー。さあ、ラブうまい、やり尽くしている。チョップ、お互いを知っている。ちょっと待って、投げにテレポ。うわー、重なっていない。あ、漏れて投げかく。
ここで、あ、めくりガードしている。どういうことだ。お、投げめくりオーバーから、わかんない、投げる、ビヨット、勝負強すぎなんだけど、演武みたいな試合でしたね。そうですね、お互いやりたいことが完全に把握している組み合わせはこうなります。スライディング、遠目から2ゲージ回収して、さあ燃えちゃった、こっからキャンセルファイヤー、相打ち、よく見ている。おお、またしてもジャブ、しっかり打てある、投げ、受け身がない、よく見てるな、投げ、まだガード、えらい、インレールのガード、相手はナイトメアがある状態、あ、スライディング受ける、あ、壊し、おお、しっかり置いている、いい試合だな。さあ開幕はサイコがいいですね。ジャックサイコいいですね。相打ち、見てから返せるんですけど、見てないと返せないです。ピオリーチ、さあ端っこめくった、下ガード、下ガード、うわ、投げたのはトモザ、そして削ってテレポ、まだナイトメアが来い、あー、さすがにドリルはバレていた、トモザ勝利、上げ漏れが全部強い、あ、おー、たまってない、投げ投げ、投げ足だ、ピオル投げる、止めた、勝利、素晴らしい。さあ川島、まあさすがにフェイロン戦はこれ負けたら後で緑色から説教ですよ。説教ありますね、ありますね、怖いですよ。動画はきっちり見てますからそうなんだ、はい、何やってんだよテレポじゃねえよ、俺だけだよ食らうの完全に話さんになりきれますね、もう。あーっと、おー、こっからナイスガード、バックジャンプダイパー。このダルシムはね、俺とかコエモンみたいに突っ込むタイプにはいいんだけどみたいな感じですよね。似てる、すごい似てる。さあ、あーほらーっつってしっかり見てますね。あー、投げ、完璧だ、さすがフェイロン戦はやっている。トモザ対カワシム、いやー、これは熱い組み合わせですよ。これも名物カードの一つだったんですが、結構久しぶりに当たりましたね。おー、中で勝率は恐ろ、さあミドルと一文字が交錯、おお、どうなってんだこれ、なんだこの射程。それでは再開します。電車が止まって何人も来れなかったので、片チーム4人ずつ減ったのかな。そうですね、はい、という形で再開いたします。 1P はハスラー、おー、ルーピー鈴木がダブラリーを当てるが、あのバク転ですね。そうですね、バク転あれがあるからという、おおお、鈴木チョップ、さあこんだけ頑張ってんのに何も事態が良くなっていない。阿部敏さんの真似やめて。おお、阿部敏さんの真似はね、みんな混乱するから。そうですね、タグがついちゃうんであの先端ヒョウバルが壁蹴る瞬間に反応して歩かないと、空対空ができると思うんですよ。当てに来ない、当てに来ないやつ、いや、読み合いですね。あー、なるほど、前ジャンプキックとか、おお、ここまで全部釣りだった、おー、惜しい、そしてバレる、あるよ、かこれは、あの先端ヒョウバルが壁蹴る瞬間に反応して歩かないと、空対空ができると思うんですよ。当てに来ない、当てに来ないやつ、いや、読み合いですね。あー、なるほど、前ジャンプキックとか、おお、ここまで全部釣りだった、おお、惜しい、そしておい、バレる、あるよ、なんかこれは、ああ、残念すぎる。
さあ、恐竜死んだ。全員 2P を応援している。かっこいいな。おお、ちょっと減るわ。減ってますね、確かに。あー、ザクッとザクッと。さあ、めくりが入って兵庫出なかったが、ハスラー的には別にこのままで OK。 あのハイクローうざいっすね。うざいっすね。空対空しかないからだと絶対にタグになっちゃいます。うわー、相打ち、相打ち。ハスラー処理。さあ、ヒデチュンリーですね。さあ、新たな門番ヒデチュン。ここんとこ結構負けてるんで、ハスラーさんに。今日はいけんのか。ためぞためぞ。削りなのに減っている。うわっ、あっ、スパリングからスパコンは削れる。ヘッドで抜けれます。大ヘッドですね。大ヘッドなら1を抜けられます。スライディング、これ先ほどから多い。フーリガン、さあ投げか。投げ来るぞ。溜めてるから投げ返しはできない。いや、しかしこれ溜まっている。時間を使ってターンパンチの数を上げている。ああ、ポーチですね。これはファイナルまで溜めてしまおうというマスタングファイナル。さあ、そろそろファイナルタイム。ああ、あれ、何もせず終わってしまうのか。いや、2発で、ああ、止まれた。これはまだある可能性がありますよ。いや、どうなんだろう。さすがに待ちすぎ、時間がなかった。さあ、ジーミーブランカー。あー、ついこの間あの話しカーで、はい、一緒に家に帰ってたんですけど、はい、ジミーさんかっこいいよねっていう話を。おう、かっこいいというのはどう。超盛り上がりました。うおー、さすが、すごいな。いや、もうルックスも画面端端の新龍拳は僕は忘れないっすよ。何やったのそれ。ウルフォーで。知らないね。そんなことやったの。はい、もう全然遠いところで急に新龍拳ぶっぱして、はい、もうすぐ負けたっていう。しかも攻撃予選とかだった気がします、確か。何読みみたいな。あー、あー、運がいい。うわー、爪が長くて太い。いや、こっからこっから負けるがあるんですよ、この回戦。ずっとしゃがんでりゃいいんすけど、このしゃがんで膠着状態、端端から動けない。さあ、どうする。さあ、時間を。あー、おっ、劣化。あー、ザシュッと。投げ漏れが全部強い。あ、おー、溜まってない。投げ投げ、ダイヤシーだー。ピオル投げる、止めた。勝利、素晴らしい。さあ、川島、まあ、さすがにフェイロン戦はこれ負けたら後で緑色から説教ですよ。説教ありますね。ありますね。怖いですよ。動画はきっちり見てますから。そうなんだ。はい、何やってんだよ。テレポじゃねえよ、俺だけだよ食らうの。完全に話さんになりきれますね。もう、さあ、どうする。さあ、時間を。あー、おー、劣化。あー、ザシュッと。投げ漏れが全部強い。あー、おー、溜まってない。投げ投げ、ダイヤシーだー。ピオル投げる、止めた。勝利、素晴らしい。さあ、川島、まあ、さすがにフェイロン戦はこれ負けたら後で緑色から説教ですよ。説教ありますね。ありますね。怖いですよ。動画はきっちり見てますから。そうなんだ。はい、何やってんだよ。テレポじゃねえよ、俺だけだよ食らうの。完全に話さんになりきれますね。もう、あーっとー、こっからナイスバックジャンプダイパー。
このダルシムはね、俺とか小エモンみたいに突っ込むタイプにはいいんだけどみたいな感じですよね。似てる、すごい似てる。さあ、あーほらーっつってしっかり見てますね。あー投げ、完璧だ。さすがフェイロン戦はやっている。友沢対川島、いやこれは熱い。